皆さんこんにちは。氷川きよしコンサートの MC を担当しています西寄東です。本日は2023年2月2日氷川きよしさんのデビュー記念日、初の氷川きよしベスト超豪華完全限定版、こちらになります。そしてこちら豪華プレミアム版、このグッズの内容など皆さんにじっくりとご紹介していきたいと思います。さあまずは収録曲なんですが、2000年2月2日のデビュー曲箱根八里の半次郎から最新シングル甲州路まで、歌手生活23年の足跡をぎゅっと詰め込んだ内容になっています。さあそれでは早速中を開けてみましょう。じゃん、お、まず出てきたのがこちらです。じゃん、クリアファイルですね。どうやら3種類入ってるようですね。今ご覧いただいて、こちらも大変美しい素敵な表情ですけども、他にももう2枚、あっよっ、あと2枚は買ってから見てください。さあ続いて入ってるのはこちら。今回は全てこのように統一されてるんですよね。デザインがとってもおしゃれです。こちらは写真集ということなんですが、大変高級感があります。こちらもですねモノクロで統一されていまして、とても高級感のあるシックな装いになってますね。とても素敵ないい表情で、また美しいですね。うっとりしますね。ゆっくり皆さん見ていただいて、結構またねたくさんのページ数がありまして、いろんな表情のキーナさんが見れますね。いやいや、どれもこれもみんないいです。あ、いやいや、すごいありますよページ数、ほら、わ。そしてちょっとあの撮影の合間のねオフショット的なそんな一枚もありまして、あ、いいですか。はい、そしてこのモノクロの写真集の後はまだまだあるんですよ、この写真集。後半になりますとこちらご覧ください。23年のキーナさんの歴史、そうです、CD のジャケット、またこの写真集のサイズで大きくじっくり皆さんにご覧いただけるジャケット集もね、楽しんでいただける。あ、あんな曲こんな曲、それぞれ皆さんも思い出があると思います。これはもう完全保存版といったところですね、写真集。さあ写真集のその下にはこのような形になっています。皆さん見えますか。2つの箱が出てきました。そしてまず2つ入ってまして、こちら側氷川きよしベストと書いてありますが、こちらからちょっとご紹介していきましょうか。まず皆さんにお届けする大切な商品ですから、しっかりと緩衝材が入ってますから、こちらをお取りください。このようにしてこちらを出してみましょう。まずはこちらです。はい、さあこちらが CD なんですが、ちょっと開けてみましょうかね。はい、このような形になってまして、2つ並べますが、こちらが3枚組の CD、 さあそしてこちらが歌詞集となっていますね。早速ちょっと中身を見てみたいと思いますが、見てみましょう。はい、おっ、ただの歌詞集じゃないですよ皆さん。こちらにも写真集のように素敵な写真がたくさん収められています。しかもこちらはカラーです。ぜひこちらも、ね、歌詞だけじゃなくて、歌を聴きながらキーナさんの美しい姿も見ていただいて CD をお楽しみいただきたいと思います。さあさらに進んでいきますと、なんと直筆のメッセージが書かれてありますが、これも買ってのお楽しみでいいですかね。そしてさらに進んでいきますと、このようにディスク1から順番に歌詞が書かれております。続いてキーナさんの経歴の一覧が載ってるんです。このように2000年2月2日日本コロンビア創立90周年記念アーティストと、ここから全ての歴史は始まったわけですよ。ですから最近のキーナさんを見て好きになったファンの皆さんも23年の歴史が全てこれで分かるという、まあ一つこうバイブルみたいなところもありますね、これね。
ったいろんなイベント、そして武道館のコンサート、横浜アリーナ、大阪城ホールなどなど、そしてリリースイベントね、いろんなことやりましたね。すべてこちら書かれてあります。さあ、さらに進んでいきますと、今度は数々の音楽シーンを飾る賞を受賞されています賞一覧、こちらもすべて書かれております。デビューをした2000年は各新人賞総なめでした。そこから歴史は始まりまして、日本ゴールドディスク大賞もそうですし、日本レコード大賞もそうですし、ベストジーニスト賞ってのもありましたね。これで全てキーナさんの歴史が分かるようになっているこの歌詞集ということになっています。さあ、続いてこの超豪華完全限定版、まだまだあるんですよ。もう一つこのように箱がありますね。こちらを早速開けてみたいと思います。一体何が入ってるんでしょうか。開けてみましょう。お、これはすごいですよ皆さん。まず一つ、こちらスタッフパスレプリカが出てきました。はい、出てきました。こちら、いや、いいですね。こちらのデザインも全て統一されておりますが、スタッフパスレプリカですね。これはですね、全国コンサートツアー、スタッフパスってのがあるんですが、もうまさにね、あれこれあったかなという感じですね。まあこれはレプリカなんですが、このストラップも以前ね、このようなストラップ実際ありましたよ、こういう雰囲気のものが。まあでもこれはあくまでもレプリカですけども、これは大変貴重だと思いますね。このベストをお買い求めいただいた、特に超豪華完全限定版をお買い求めいただいた皆さんだけのスタッフパスレプリカということになります。裏を見てみますと、23年の歴史、いや、これいいですね。これ実際こういうツアーパス欲しかったな。シングルのジャケット集という形になってましてね、箱根八の半次郎から甲州路まで収められています。これいいな。でもこれは皆さん、あくまでも皆さんだけのプレゼントですから、レプリカですから、実際にこれを持って会場に来ても、バックヤードには入れませんから気をつけていただいて、それぞれご家庭で、またお友達同士で楽しんでいただいて、いや、これ最高です。スタッフパスレプリカ。さあ、スタッフパスレプリカに続いてはこちらなんですよ。いや、これ驚きました。これもいいですね。 T シャツが入ってますが、こちらです。じゃーん、おしゃれですね。どうですか皆さん、今回のこの統一デザイン本当におしゃれ。後ろはこんな感じになってます。はい、HK でおなじみの氷川きよしのロゴとキーナのダブルネームになっている。ぜひ来ていただいて、そしておしゃれをしていただいて楽しんでいただきたいと思いますよ。ということで、氷川きよしベスト超豪華完全限定版、中身をご紹介させていただきましたけども、これは絶対皆さんお手元に一つ手に取っていただいてお楽しみいただきたいと思います。ぜひ皆さん手に取って、そしてこのボックスを触りながら、キーナワールド23年の歴史お楽しみいただきたいと思います。さあ、そしてこちらが豪華プレミアム版になりまして、超豪華完全限定版に入っていた CD の部分ということになるわけですけども、実はですね、超豪華完全限定版にはついてないクリアシートがこちらだけに実はついてるんですね。ちょっと開けてみたいと思います。出てきました、このような形で。そして、こちらが裏表紙ですけども、ディスク1、2、3、そして45曲のラインナップが書かれてますが、この間に実はクリアシートが入ってるんです。こちらのから分かりますか。お、カラーですよ。透けて見える。あ、はい、今はここまでにしておきましょう。ぜひお買い求めいただいて、こちらも保存版としてお手元に置いていただきたいと思いますよ。これは本当に貴重なアイテムの一つになりますから、
ぜひ皆さんお買い求めください。キーナさんがお休みの間はこのベストをみんなで聴いて楽しんで元気に過ごしていきましょう。氷川きよしコンサート MC 西寄東でした。